ていうことでね、もう時間ももったいないんで歌っちゃおうかなと。もうね、歌う曲はね全部入れてるので、この枠はあれです、35分までです。わかんない、なんか沖縄のカラオケってなんか結構3時間くらいで500円なイメージなんですけど、なんか全然なんか沖縄感覚で来た私が間違いだった。ということでね、早速歌っていきたいと思います。じゃあいくよ。あ、成功通ってなかったなかったわ。音が出なくなった。あれあれ、音が出なくなったんだけど。あー、なんで音が出ない。なんでね、は、音出ないんだけど。え、壊れてない？大丈夫そう？てるんですけど、やばい、マジ時間もったいなさすぎる壊れてる。やばい、パニックパニックパニック。え、ごめんね、なんかリハーサルしてなかったしてなかった。
くよ。あでした。イエーイ。もうね、勝手に入れてるので、もうどん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 いっちゃいたいと思います。これもカラオケにないからあれだね、歌うことがない、初めてじゃないくらい。オレンジ色の三日月が空の端っこで拗ねてるみたい。電話来ない、できない。
次の雫
は成り行き次第で飛んで抱かれてもいい、それって脱されたいの、純愛のクレッシェンド。愛したわけを一つなくしたジグソーパズルね、それが嘘でも私の腕に男は眠る。赤いネオンの窓を目隠しする一途さは甘しい。し合えたら人よ、夢みたいだけあなた殺したいほどどうにかなりそう。人よ、夢みたいだけあなた独り占めして欲望のクレッシェンド。盛り上がってますかね。盛り上がってるかい。じゃあ次はこちらです、どうぞ。Yeah.
慰めに傘を持ってなくて、私大きな日差しをずっと探してた。肩が濡れてしまって心震えているから、強い腕のぬくもりで包んでほしい。独り言つぶやいたらあなたまで届くかもしれない。愛に気づいてください。同じ教室の片隅、わざと目と目合わせないのは胸が苦しくなるの。愛に気づいてください。雨に打たれてさまよってる、傘に入れてと言えないまま、だって私臆病、告るなんてできないから、いつまでもあなた。クラスメイトもその中から、たった一人だけの誰かが、そうあなたの恋人、愛を選んでください。みんな可愛い子ばかりだし、みんな性格もいい子だし、きっと私圏外。たった一つ勝てることは、誰よりもあなたが好きです。好き好きだわこの歌。やったことないんですけど、一回も。ということで、次はこれです。どうぞ。雨のピアニストが愛を弾いているわ。ビルの街に奏でる悲しいメロディ、窓の鍵盤を叩く静くも指、私だけのコンチェル。優しい言葉で君がそうさよなら、突然過ぎて、ソファーの端っこ黙ってしまった。私は腕をかむ、君に守ろうといい人がいるよと、大人のあなたは
しに託すだけ。悪いのは僕だなんて言うわけけど、恋愛は二人でしたもの。こんな時はどうする。
昔と何も変わらずに最後に今日だけ愚かな愛に付き合って夕日が隠れるまでいてくれればいいから懐かしいこの砂浜で一緒に夕日眺めよう二人は今日だけ明日になれば友達の先に戻るだけさ皆さん、おしまい。ランキングはね、後ほど755かなんかに写真で貼ります。ということでね、ちょっと最初の5分手こずったんですけど、いっぱい歌えてよかったです。皆さんも楽しんでくれましたか？いっぱいミラーボールくれてありがとうございます。また後ほどお家に帰ってから、いろいろやります。書いたりとかいろいろしたいと思います。皆さん本当にいっぱいありがとうございました。アンコールしたいけど終わんなきゃいけない。もうということでね、次は22時からだっけ、次は22時からの配信になるのでまた見てください。本当にありがとうございました。ではこの辺でさよならに、バイバイ、バイビー。